烦呢。あのな、リエ先生、はい、ちょっと難しいけど、うん、なんていうの、こういうあの自然のもの、自然のものを自ら食欲を出させなあかん。うん、いや、今もついてるの、関係ない年齢は。这个跟年纪没有关系。食欲が出るようにしてあげなきゃダメだ。食欲こうやってご飯いっぱい食べれるように。これね、歯がね、え？歯もできないです。そうなの？ほら、あかんな。なんで若い時からあるか。なかったんだ。だから3年前は。四年。4年前にね、重複なんだ。四年。その時から足縛ってとか、なんとか。绑腿一年半。绑腿一年半。会照到旁边这位小姐可以吗？我的录影会照到你。啊，好。痛いんだ。我慢せなあかんで。痛くても。帮我把那个毛巾放在他肚子上好不好？他肚子跑出来了。肚子那个，哎。这个会留的话表，啊？你发表一下没关系。我可以放在网站。对。治疗してる風景をネットに出してほしい。嗯，希望能够放上去。啊，好。你要翻译一下吧，我的。那个，蛮嬉しい，向こうも嬉しい。あ、嬉しいよ。YouTube、YouTube の中に。そう、出してほしいよ。请问一下，现在这样做是有什么用意呢？これ、これは脳の血流を良くすると食欲が出てくる。頭皮把它按摩，希望它食欲变好一点。哦。ありがとうございます。いい、大丈夫。良くなればいいね。良くなればね。希望能够好。那ればいいけど。坐下蹲，你现在蹲。我这个现在就是坐不下去。你就是，我就记得从不去了。年画表的时候，把妈妈的年龄啊，她的生病过程稍微写一下，让那个日本院长来帮她处理。啊。それからぜひ足首を揉んであげて、あなたのあの揉んでる格好が出てますが、足首が一番大事ですけど、左から。所以讲话呀，足首が一番大事ですって。これ開いて膝を外へ向けて、膝を外へ向けてできるだけ。まあ、一定要正常。そう、外へ向けなあかん。外へ向けて。痛い。泣いてる。痛いんだ。ね、リンさん今日泣いてた？ないですね。あ、そう、今きつかった。これ、足先痛い？顔がしっかりしてきたよ。ね、うん、来た時よりは顔がしっかり痛い？うん。声出して。足首を柔らかく、柔らかくせないといけません。足首を柔らかくしないか。足首が寝たきりになってるから余計足開いた方がいいの。今泣いたっていいね。今泣いたっていいから足首柔らかくしないとダメ。足首もんであげて。
对不起，对马上啊。休息一下，我一个，不急。你不喜欢打针吧？あの足先を外に向けてください。足外へ回す回す回す。膝も外へ向けて。膝も外へ。中入れば入るほど痛くない。治らない。就内旋太厉害。今你们现在戴的颈项物啊，不是戴颈项物，好绑吗？你看好硬啊！这个高度在这个呢，这个高度，哎，这个哦，一直那么上がってる。啊，刚刚。外へ向けてあげてな、外へ。強くなればいいね。痛い？どっち？あっちだ。痛いのは。それから、それから、背中のここのところ。あのね、もうちょっと背中の脊柱の胃のあたりにこうやってあのそれこそ指圧してあげると背中アーマスル脊柱の胃のところ後ろ胃の方面まず食欲出さなあかんって胃舒服食欲出すことが第一固まっちゃったんだよね泣いてる泣いてる。まず股関節だ。開いてあげて。林教授，你跟他说这一年半进步已经很多了。この一年間半ね、私やれ。やってた。やってる。配信もしました。大進歩、そう。昔黒この感じ。やってたの。足股関節開かなあかん。開いて、もう開かなあかん。一定要開了。まず食欲出さなし。痛くてもしょうがないって。股関節を動かさない。有点疼痛要忍耐了。股関節を動かさない。那意思是说，不要完全的，那个怕他痛就不敢动，他不可以，一个痛就是。游泳完回来没有绑脚的关系。いじめてないよ。あなたがな、よくなるようにな。なんか言い出そう。右も開いてあげて。右も開いてあげて。右もな。今度反対今度。どうした？どうした？痛いの？どっちが痛いの？什么地方会痛？腿部了。腿部が痛いのか、足開くのが痛いのか、どっちよ？ね。さするだけで無理できない。あのね、娘にはわがまま言うんですって言って、ね。え？娘にはわがまま言います。不客气的要跟你讲了。あなたが辛抱してるんだな、偉いな。いや、真的很忍耐。あなたが辛抱してる、偉いな。很了不起的。没有了，都是脸色都变好了。哦哟。真的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 。
本当はうつむきしたいけど、うつむきできない。なんか全部ひらがな、ひらがな持ってる持ってる、ひらがなあかん、ひらがなあかん、ひらがなあかんのよ。いいやばらすって言いたかった自分の意味。この2ヶ月近くね、良、うん、くなったことある、偉くなったの、良かったじゃん。でもう映ってた、これでも動くようになったんだ。はい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 、痛い痛いって叫びなよ。パパやま、あパやま、あは開かなあかん。あのね、水泳して足を開く人ほど今度固まっちゃう、うん、水泳をやめたの、多分水泳やめたの。游泳游泳一阵子不再游了。やめたんだ水泳を。急にやめたんだよ、うん、そう思う。重だ、急にやめるから、ね、バレリーナが一生一生一生が踊ってなあかんって言ってあげて。游泳游泳游突然停止了。急にやめたから。体就会紧掉。没有啦，是后来游泳了以后，后来有别的亲戚一起来照顾，那就让他坐轮椅，因为坐轮椅比较方便照顾。哎，就而且也没有就是去游泳这样，哎。而且他们让他坐轮椅。他们是真的。哎。那那那老师好啊，叫速度的。大変だな。これ足肩が開かなあかん。どっちにしても開かなあかん。右開かなあかん。右開き開き開き。痛い？痛い？他人だから声出せないでしょ。開かなあかんね。正しいことしてるんだよ。開かなあかんね。可是那个他年纪比较大了，这样好吗？因为我们有一个我们临床的那个奶奶啊，他就这样就断掉了，就脆断了，就后来就骨折了。啊？这大工程呢。你上次不是有去那边吗？去那个你是说柯老师吗？柯奇要柯奇。你不是之前有去那里？我有去了一阵子，后来就没去了。顶溪站那里。对对对。那你那时候我就跟你讲了，就是没有。那你不说你有买了一本书吗？你那时候跟我讲，我还没认识林教授。啊，还没有认识他。我两年前就帮他检查。我心情还可以，病人还寒的。那时候机缘还不到。老师，我两年前，老师，林教授，我两年前就帮他介绍。两年前的，没有啊，那后来叶教授介绍他才走过来。他不是叶教授了，是刘宪平呐，刘教授了。那时候他去自己买了一本书，去那个天成饭店那边。对，老师知道，我有跟他讲过。他说他跟我讲，我跟他说你我在里面。那时候你妈妈就已经。
对。嗯、对。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 他的老师，他的幅度动的上升幅度会不会太强？到时候那昏眩呢、啊，人家吐、啊。哎，你看会不会？住养护所。对。骨干线损了，他们带对，他带的是吧？那个农农二十天带的，安带的，有空再来。农农好好哦，农我爸讲的，对啊，老师跟我讲，农二十天带，安带。很久，农二十天带。应该左脚。你也看没办法。何でか、また開き、開きに行くのが短い足なの。どっちが開き痩せ？右が痩せ。また開きだからね、右。だから栄養液こそ、この方は。で、栄養剤使ってるから。栄養剤じゃなくて、食事が。これが？水溶性の？痛いんだって。だから歴代なんか西医薬とでも放棄。これまあまあいいですけど。西洋医学はね、うん、そうよ。うん、どうします。うん、我说了，像我了，这么重病，你为什么肯接的？他是被西医放弃的。我要医务的要还。谢谢老师。感恩呢，感恩。西医都是放弃的，这西医，这西医都是放弃的。那不治呢？天津的么呢？那一个带呢？天津中风。也有在。中风是脑部的吗？对，脑部阻塞。他已经进步非常非常多了，哎。两年前我们去看看那个自然诊所，自然医学诊所用脑波的时候是植物人的脑波，那去年八月的时候就不是，是那个什么老师什么医生啊，一下想不起来，他们杨什么杨，忘记名字。张万喜，歩きたいんでしょ？想走路了。歩きたいんでしょ？啊。だ歩けるよ。頑張れば。努力的话，还可以走路哦。そうよ。有机会走路哦。そうよ。泣いた。いつも泣くんでしょ？ここに来てたら。他原来退化更严重，现在经过这一年半的绑腿跟林教授的指导，我们已经好很多了，哎，几乎是八九十了，不是，我说八九十，八成九成已经恢复了，哎，因为他原来那个卷曲的很厉害，跟之前比起来已经非常好了。
以前没办法平躺的，他是整个人是卷曲的。今天要收假，对，今天要收假。嗯，那今天那个晚上就出假期时间了。嗯，收假。嗯。哪一滴有？这位先生，我现在录影，你有进来可以吗？没关系哈，先讲一下。血液循环一定要。92。因为有这个项目啊，才才能够让你像素嘛，那就比较像素。很大量。上下就好了。啊？轮椅的上下，那坐轮椅下的你。我就没办法了，如果要这样，我没有办法处理，我没办法让他从轮椅下到地板上，然后从地板上回到轮椅，我没有办法处理。你一个人没办法。我没有办法处理的。ありがとう。バイバイ。バイバイ。あ、谢谢你。再见。到这里还暖的，你下到边，你的气血循环。所以就是关节啦，关节。どっちが痛い？回すのが痛いのか？
なんか手が来ちゃった。これだと中入るんでしょ。なんでちょっとこうやらないとダメ。あ、いいか。右足は内側入れる。左も内側入れないと膝が立て。開かないから。朝夜閉まってるか。きつくだよ。あ、左上げちゃダメ。右上上げないと。終わりにする？男の人いる間に乗せてあげないと。そうそう。はい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 。食欲出るよこれ。痛い？痛い？痛い？右開いてきた。左が全く開かない。あのね、林先生、これ食欲で出る兆候ですって。右足が開い、林さん見てたよ。林さん見ててよ。ここでしょ。右左は、ね、右はこんな開いて、ほら、なんか食欲出る兆しだよって。で、左脚一定要开呢。右足がなんかこれ。必ず足は、靴下ないよ、食べてたんですよ。右足が、右足が、外を開いて。開いて、身体没有伤口，只是退化而已。膝盖膝盖起来。痛い。痛い。ここ痛い。人生のこれなんで右足が長くなってるの？なんで右足が長くなってるの？なんでじゃあ、あれ食欲出てるはずだよ。お母さんに聞いてごらん。これ食欲出てるよ、あなた。あ、食欲は出てるはず。食欲は。食欲は。OK だ。要用罐的。前よりは。右足が長くなってるの。左足が長いとが不正なくなる。ところが左足が内線度が強いの。だから私はRを直すとあえて。これはもういいか？右足が長くなってるから。いいか？右足が長くなってるから、これ以上右足開いちゃダメ。左だけを開きなさい。林先生。これは右開いちゃダメ。危険を感じる。痛い。で、いいか、足首しっかりし、足首しっかり締まって。所以绑脚一定要彻底绑脚。啊？一定要彻底绑脚。哦，有绑有绑。美女姐妹。有绑。老人。要不要用我带来的那个？用那个是你的，那个是我带来的。完蛋。哦，要用亚西。右足が長いように気がつく。
绑得很紧哎、绑得很紧啊，不要太紧，不要怕哦，我看他绑得很紧。家で矯正するかなんかで右足が長くなってるから肺炎とかは用心気をつけないと、右足が長くなってるから言ってみて、だから最初の新潟って判定したね、リンさん判定だから L やりすぎだ、左を今度開いたけど足の長さを揃えないことにダメ、それいいですよ、これは右足長い方がいいんだけど長くなりすぎてるから気をつけないと、ね、リンさんこれで気がつかなあかん、いいか、RX に変えたらいいので、締めの赤、緩い緩い、これ緩い、だらもっときつく締まないと、右足が長くなってる、きつくきつく、なるほどね、なんでこれ足をこれやる、わかるよ、ちょっとこれ緩いよ、悪いけど、リン先生、もっときつく締まないと、弱い、それ、思いっきりきつく、そうそう、老师要绑很紧很紧才可以、哦このぐらいきつくしてほしい、ちょっとこのぐらい足首、はい、有一点点な、有一点点、有一点点、違う違う違う、私のように止めてほしかったんです、これね、これで痛い、痛いですから、前の方が痛い、痛いか、それは誰だよ、基本に耐えなあかん、自分からやらかくてもいい、毎回来ると時間かけて、老师先说什么？不是，你说他要让他做屈伸运动。哦。左向いてそう、起きていって、足ひ、右足持って、イカ正座をします。左足から第一歩。あんたは、こうだ、こう。そうそう、膝曲げて伸ばして。そう。あ、そうなんです。脖子都动一点点。脖子没怎么动。目はっきりしたよ、上等だよ、上等だよ、上等だよ、目はっきりしたよ、よかったでしょうが、目はっきり、あんた目開いた、膝の上乗せてごらん、両方あなたの太ももに乗せてごらん、足先を、そうそう、そで、グイッと引っ張ってあげな、抱えて、足やったでしょ、こうやって、こうか、ここら辺手当てて、ぐいっと引っ張るの、引っ張るの、両足を、脱臼がはまるぐらいだから。そうそう、あっちはやり方が違うんだよ。こうやって、こうやって抱えて、ぐーっと引っ張るんだよ。そう。用の体重を拉平。ああ、分かった。分かった。RX に今度来週返しなさい。リン先生。いいか？おかしいな。あの LX でなんで右開いた？私今言ったでしょ？これ RX に変えな。说什么？说什么？不过了，我们一直以为他左脚长了，所以他以后要做右脚长的治疗。为什么？那左，但是呢，已经矫正过度了，右脚变长脚。右足が長すぎてもいけない、左足が長くなりすぎてもいけない、だから今度 RX RX ね、あのね、左からあんた出てる、私たちいないとき練習しよう、いいか、こうこうこう
前出して左回り。左回り。はい、反対歩くと右か、そう。そう、そうして歩かないと。あ、めっちゃ、腰痛は治ったのか、どっちよ。聞いて。治ったのか、腰の痛いの。まだ痛いのか。会啊，我就是这里痛啊。まだ痛いのか。现在还痛吗？对啊。痛いの？まだ治したけど、左足引いて、いいか？向こう向いて、いいか？好，这样子。ええ、ちょちょちょ。あ、そう、えらいえらい。後ろ下がるときは左、前出るときは右から。いいね、いい。はい、一回正座しよう。对，坐下。一回正座しよう。はい。はい、で両手を右へついて、はい、左へ崩して、足伸ばして、膝つけて。はい、はい、待ってよ、待ってよ、寝て寝て寝て。老师为什么要把脚放在你的腿上？以前都没有没有这样过。用力向后拉了，把那这只脚把拉出来，把这脚带进去。所以要放在你的腿上吗？不是，不一定要的。他说这样子就比较省力。哦。我用我的身体重把它拉。哦。今度はアレックス直してあげてね。うん、いいか、はい、今後はね。お父さんだ、あなたのお父さんどれ、どこ？ここ。お父さん、これやっちゃダメ。やっちゃダメ。不，所以说不能这样做。これやっちゃダメ。X 了，見た目。对，对这样，你的左脚不可以用屁股坐在地上啊。不是，坐地上不行了，不能屁股落。它是整个屁股坐在地上。对对，那但是哎。欸、不是有那个眼镜动作吗？是是，有没有这种动作？没有跟他讲。あのね、一緒に行ってください。哎，不能这样做。あ、うつ伏せ。あ、こう。你看，老师来讲，老师都很合适。啊，膝盖夹ダメ。你看在这里就这么严，你知道吗？患者是做错就这么严，要骂人了。うつ伏せ。寝る、寝る。もっと。ここ、ここ寝る。不可以，不可以，你可以的话，在学校就振作就好。老师如果没有要求的话，你就振作。不可以这样坐的，两只脚开开坐不行的。不可以坐。ここが痛い、あ、こっちが痛いの、ごめんごめん。ここが痛いの、ここ痛いの。那个动作都不对。那个老师不懂啊，老师不知道啊，老师不会啊，没有学过啊，学过他就知道。做那个做一下，这个做三千八。啊，あれ？右手ね。没有学跆拳道。我们要让所有同学们的。这跆拳道的安心饭票。不是，院长现在做，但是为了。那个双臀部、臀肌，所以臀肌那个梨状肌啊，臀大肌啊，拉紧的话，我把它松掉。知道吗？医生给你好吗？啊，所以就都不要做，睡觉，你要绑脚睡觉。没有。
要当着睡觉，不能睡觉怎么看？哎，你看你看，要睡的话可以。这样坐椅子这样坐不行啊，坐椅子这样那个在前面的二折，对，两只这个要对齐，要发动不行，这样就可以了，知道吗？まだ治ってませんか？一回起きて、起きて、起きて。起来看看。起きてみて。え、トマ。一回正座をして、一回正座してから正座する。正座する。こう座。正座する正座。腰腰腰上げて。いいね、腰腰を伸ばす。腰を伸ばす。要挺起来，向前。屁股要肚子要向前。まだ治ってませんか？って腰の痛み。现在活动怎么样？ちょっと楽、ちょっと楽になった。少一点，你轻松点。ないけどもう終わりにしな。まだ痛い？李先生。まだ痛いか？我这里挺不起来。腰还痛吗？老一点没有。我就是这里痛，这就是挺不起来。你的话，我最近就是这样。都坏习惯了。まだ痛いですかって聞いて。ほら、那边门还在痛吗？现在どう、何、まだ痛い？现在还好。まだ痛いって？痛いって？もう、まあ、なってる。いつから痛かったの？多久了？通通多久了？痛啊！いつから痛いの？三次来就是痛了。これな？你痛你坐。左の膝引く。引く。引く。出しちゃダメ。引く。それでいいか？いい？いいか？いい？いい？我左の膝引いて引いて最怕就是上体を左へぐいっとねじってごらん。せ右。いいかいいか。ま、那个那个那个椅子拿出去，拿出去拿出去，免得拉出去，免得弄到人家。拜托帮我把椅子往外拉。呀，小心头，小心头，拉出去。对，谢谢。旁边。对，这个一点。头，那头你躺那里，安尼莫干嘛跳舞。一个。像那个头向上的。一。这哪只嘛？这是自己转的。不是啦，又顿一下，又顿一下，又顿。走。旋转呢？旋转，反正习惯都看看左边点，旋转转你的腰。腰痛的时候，してください。腰痛的时候就这样做。家でな、いいか？右足からいいか？ちょっと見ててよ。右からこう開いて立ちます。右脚向前。右足から。あ、それそうじゃない。それが悪いの。いいか？こう開いて、開いて立ち上がるの。向外開。開いて。そしたら一回立って、一回開いて開いて開いて立つの。そう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 。で、はいはい。そう右から立つ。右から立ち上がる。右から。脚放平了。そう立ち上がる。你要按这样怎么起来？脚落地才能够起来呀。脚落地了。你起来的时候跪着。这样子。对呀，才能够起来。起来。向外开。いいか、もう一回見てて、見てて、いいか、見てて、いいか、太ももをあなたはこうしてる、これはダメ、開いて立つの、あ、ほら、ダメ、それがダメ、ダメ、それがダメなの、あ、そうそうそう、立ち上がる、立つ、立つ、はい、立つ、開いて開いて右足を、そう、危ない危ない危ない、危ない危ない。いいか立って正座違う違う前進するときは右から後退するときは左前進の時は右脚伸了後退の時は左脚伸了はい後退するときは左那个袋子拿走免得绊倒绊倒後退するときは左から前進するときは右からはいうん
で、それで、はい、左足引いて、引いて、左回り。で右足を前出す。右足を前出す、ともかく。そうそうそう。そして、いいか、右回りしちゃダメなの。いいか、右の腰を出す。右の腰を出して、右足から、右足から、はい。右の骨盤をこう斜めに歩く。はいよ。ちょっと人生で教えてあげて。左足引く。右の腰出して、右の腰出して。じいさん言いなさい。右の腰を出して歩く。右足から右脚先行了、覚えなきゃダメだよ、自分のために弄错了你自己的身体出ちゃダメ。老师他搞不清楚了、他搞不清楚、左足いつも引く、当下的人都昏了这么大声、歩く、哎、对他太急了、左足を引いて搞不清楚、左足引く、右右の腰を出して歩く。これ何もなかった。嘘だよ。嘘がどう。嘘になる。出た。踏んでま出た。左出ちゃダメなの。左足が出ちゃダメ。右足こう。もう一回。何回でも練習せない。左足を引いて。左回る。そうそうそう。右足から。右足から。そうそうそう、上手。我一直走路也要这样走嘛。对，腰是个嘛的。外面走路也要这样走嘛。没有没有，这是练习。练习的时候。那你练习右脚先在前面呢。左回り。そう上手上手。一回一回。でもちょっとストップストップ。一回。右足前出して。一回座る正座。で、ね。右足を引いちゃダメ。右脚不能。一回正座。一回正座する。そのまま正座。为什么要退？正座しましたね。右脚、我右脚为什么？その時に左の膝を引く、引かない。左の膝引く。両手を右について、リンセント終わっていいの？いいか？足、甲に崩す。膝離さないで。あんた悪いことしてんだよ。膝を離さないで。太不好的那个。日本とも左へ出す。左を出す。家帰っても覚えなきゃダメですよって、はい、リン先生。家帰っても覚えなきゃダメ。在家里头要做都是这种动作，就是左脚哦，右脚要注意。右手右脚ついて、膝と膝とくっつけて、碰到こう膝盖碰着屁股下面。膝離してる離してる、はい、でこう足伸ばして。脚伸到前面。二本とも下へ伸ばして、一回寝る、一回寝る、寝る。侧右侧躺下睡觉。寝る。右侧还是左侧？右侧。寝る。右侧。何してるの？寝る。強制してあげるから寝る。仰向けに。寝る。足伸ばして、足伸ばして。これ。我这边左脚没什么力呢。嘘で、嘘が良くじゃないじゃない。お父さん、医生やってて。あ、要起来了。哦、好。请。如果你不要起来，不要坐，等太久。好。我来是来帮忙的，让他让他起来。我在视频里面。
是对的，根本脚就先。